はい、みなさん、こんにちは。せんちゃんのよ、せんちゃんでーす。みなさん、今日は私は、スイカの種まく、そのままの畑にまく。この前は私、今は、7ですか、1、2、3、4、6、7。今7です。これは2週間前で、2週間前で私はね、そのままこんな感じで植えた。そしたら今は芽は生えてます。後で見せたいです。こんな感じで。私はね、ちょっとアク。そしたらいっぺんに取れないです。そしたら2週間か1ヶ月で、今日はここをマックで、また今度別の畑植える。今日はスイカの、そのままの種からです。種から畑に植える皆さんに見せたいです。とっても簡単です。皆さん、これ見て。私はね、スイカの種です。これはね、私、これはね、これは、ミスストスバンつけて、タオル巻いて、ビニール中で、2日、そしたら芽出てる。そしたら私にそのままビニール、この前準備した、ここにね、この前私はね、準備して、これビニールマルチ中に、アンブラカスと豚ヒレを、虫の薬入るかな、入れないかもわからないけど、多分入れないと思うよ。スイカから簡単の作って、あんまいろんなお金かかないです。簡単のスイカの作ったら楽。これはね、ラオスのスイカの種です。日本の取ったからね、自分で種の取って、去年作った、種の取った、今年また作って、また来年種取る。こんな感じで。これスイカ、今日は私、スイカの種、これ簡単です。今はまだね、1、2、3、4、5、6、7。今は7です。頑張って植える。今日は。これ終わったらね、多分種は残ります。残って私、家そこにね、ポットにする。また出ないところ、また植えるかな。それしたら青で、みんなと。出ないところもある。出るところある。出てきた ミスはね、ミス、出てきた虫かまってもある。また芽植えするです。こんな感じ。本当これしてね、100% 出るです。芽出てるから、簡単のスイカのすくって。私はね、毎年いっぱいのすくってるよ、皆さん。そしたらね、自分で楽しみ。これはね、先見の畑です。簡単でマルチ貼ってだけ、あとでスイカの植える。はいはい、今から植える。私、アイラウェルはね、マルチはね、辛いもの。これ、ビニールはね、マルチの、ビニールは辛いもの、マルチ。間、ここと間は45センチ。そしたら私、ここにして、これはね、種、自分でこうして自分で、2、3個。これ私、2、3個。押して、また芽出てる時はね、また間引きする。それ、ここしたら私、アイデアここ。まあ何回の言ったけど、まあみんなは見てないもあるから、今日はまたね。またこっちはね、私あっち行く。こっちはめでたら私こっちに行く。合わせる。ビニールとビニール合わせる。私はね、種は多いから2、3個、4個でも大丈夫。よいしょ、簡単で。こんな感じです。遅いです。はい、今日は頑張ってスイカのマーク。よいしょ。
終わりました。見て、スイカの種です。ちょっと残ってます。これはね、これ今私植えて、2、4、6、7、8。今日は私な8ですは植え終わりました。ちょっと少し種残ってます。この前は2週間前の植えた、今みんな見せたいです。こんな感じで めでてる。こんな感じでめでてる。めでてます。今から。あいしょ。またね、私1本だけ残って、また間引きする。これあんま出てないし、これ今から出てくる。この木で3ですで。で、これです。これ入れて、こんな感じで出てます。こんにちはって、3個で。あ、まあ、ここ結構は出てます。こんな感じで、今2週間前で植えて、これね出てないところもあるです。それ私はね、苗ポットに持って植えます。こんな感じ、植えても枯れてもあるし。はい、これはね、せんちゃんの畑1枚です。これは似た、皆さん、これはね、見て、これはこれはね、せんちゃんの畑のスイカ。これは2単の畑です。出ないところもある。この前2週間を巻いたとき、また出ないところまたポットに植え直すです。今から私はね、別の畑、この前2週間前の植えて、秋はね、ちょっととっても綺麗です。今から行く。皆さんに一緒に行くね。見てね。ちょっとあそこは綺麗です。はい、行きます。はい、皆さん、スイカです。今私はね、2枚目3枚目見せたいです。これはね、落花生です。今めでてる。ちょっと見えないでね、見立ってるから。あっちはね、私スイカの植える。スリはね、これもせんちゃんの、これも落花生です。それは落花生、あっちはスイカです。あそこで見せたい。こっちはあれ、こっちも綺麗です。こっちの方も、こっちはね、ここも2単です。半分は落花生、8ですわ。あっちは8ですわ。スイカです。見てみか、こんな感じで。これでね、あ、これはね、落花生です。これ落花生で、出るところもある、出ないところもある。まあまあです。今年はね、私忙しかった。この前、これはね、友達とフィリピンの植えて落花生です。これはね、この前私スイカの植えてです。で、これはね、これは 100% の OK、 1個は借りてないです。見るかな、これで。見て、皆さん、ほら、これちょっと草あるけど大丈夫。元気です。これはとっても元気です。スリもね、見て、スリも元気です。ほら、スリも元気です。スリも元気です。ほら、これも元気です。これもね、種まくです。種で、いろいろポットもするし、種もそのまま種するし、こんな感じ。6ですです。8ですじゃない、6です。こんな感じで。次は秋見て。これはね、別の畑。これ、隣、下の方。これを見て、落花生。綺麗ですよ、皆さん。いっぱい。今からね、私、あと3枚植える落花生。暇ないで、今、忙しいからも難しい。けど、できる。諦めないです。できる。やってみない、わからないけどね。これまで。次はね。はい、スリーの反対の畑です。反対の方はね、反対の方は見やすい。これはね、落花生です。10ですかな、まあ大体でね。これで目ではね、出るから出ないところもあるか大丈夫です。まあ綺麗で、今3枚目で落花生、もう
今年はね、まだまだです。ちょっと草もあるで、ここも予想さえか、ノータリー大丈夫だ。これ、ノータリーそうかなと思うし、こっちもね、綺麗だよ、皆さん。これ、はい、こんにちは。こんにちはって言って、ほら、こんにちは。ほら、スイカです。ほら、綺麗です。とっても元気だよ、これは。元気です。もういい感じ。こんちゃ、めっちゃいい感じ。皆さん、ブラリンム、綺麗です。ちょっと草ある。もうちょっと予想さえしないと。ああ、見れないね。これ全部スイカです。ほら。見て、これはね、近く、今ここはね、4個でしょ。今私、間引きも大丈夫、間引きも大丈夫です。これ間引きで。これ置いて、これはね、見て、これもね、たくさんある。私はね、間引きも大丈夫です、間引きで。これ、2個残してるな、またもう1回かな。あ、スリはね、スリはここもね、ここも。取って2個残っても大丈夫ですよ。2個だけ。ほら、今ね、こんな感じでスイカ苗の間引きして、はい、皆さん、今日はスイカの種まき何回目かな、4公開目かな。はい、今日は最高まで見てくれてありがとうございます。また、せんちゃんのおよ見てねー。